お話し会の部数が皆様のおかげで一つ増えました。明日からお申し込みが始まるので、その時に増えてます。推定1ヶ月ぶりの嘘、本当にやばいそっか、もう全然やってないですよね。あれで、あのコンサートの前ぐらいですよね。ナミちゃんといつかハワイで会いたいハワイで会ったら多分もうめっちゃパリピしてそう。そろそろナミミのオンライン話し会チャレンジしようか。ぜひ、もう今しかないです今でしょって感じ。どちらのナミミさんですか。どちらの、わかんないです。11月なんでないのって言ってたけど、11月ね、あ、そっか、今11月か。そう、ガールズペディアさんも11月の26日に発売されます。で、ネットでも受付はできるんですけど、あれです、できます。ちょっともうヒートテック見せる系でいきますね。今日見えちゃうから。そう、ワカポンとカレンタンとシオンさんと、でシオンさん前回の2年前も一緒にシオンさんとやってたから、めっちゃ嬉しかった。そう、なんかカメラマンさんにさ、なんか2年ぶり、その前回のガールズペディアはアミマルとマイチさんとシオンさんだったんですけど、アミマルともう研究生の時だったから、なんかそのカメラマンさんとかに大人になったねってめっちゃ言われましたなんか2年前は海外に連れてこられた子供みたいだったのに大人になったねって言われましたね、2年も経ってるっていうのがめっちゃびっくりした。サムイ島行ってからもう2年も経ってるんだって思ってあの時はもうね、まだ 10代でしたもんね。なんちゃらのフルーツ食べるか迷ってた。なんだそれそう、だからそう、みんなでダイエットして、みんなでというかその撮影が終わってからみんなでご飯食べようねってなって頑張りました。今ガールズペディアってどこで撮影する？国内です。今はちょっとね、サムイ島には行けないんでアミマルがインスタで待ってました、いじってましたなんかその待ってました、新学期やったんですよ、あかりんさんの卒コンで。それでさ、ナミちゃんが曲かかった瞬間、ナミちゃん探したって言って面白かった。ハーサとマリンと韓国料理何食べた？韓国料理なんかなんだっけな、チーズキンパみたいなやつとチキンがめっちゃ
お皿に乗ってるやつとチヂミ食べました。なみちゃんなんちゃらよりボリュームアップさせた方がいい。髪？髪かな。チーズキンパ。でもね、あれだった。3人で分けたから全然食べれた。チーズ牛丼。チーズ牛丼。お腹すく、お腹すいた。なんかさ、そのダイエットした後ってさ、急に食べるとさ絶対反動でリバウンドするから、徐々に食べようって思ってるけど、でも普通に食べちゃいます。だから鍋ばっか食べてる最近。 N ダッシュ公演が楽しみすぎてなんちゃら膨らませてます。そう、 N ダッシュ公演、ちひさんとユーミンさんがあの冠ライブで やっていらしてる公演を N のメンバーで回すんですけど、そう、誰とでしょう、ナミは。楽しみ、お楽しみに。結構割とすぐ回ってきそう、回ってきそうっていうか、楽しみにしていてください。なんかね、でもナミ誰でもありえそうですよね。ペアめっちゃさ、マリンとかさ、アミルとかさ、ナナホとか、結構誰とでも予想しやすいというか。誰でしょう。幅広い、それな。そう、誰でも予想できるから、お楽しみに。守備範囲広いな。守備範囲、いてててゆうかちゃんが。ゆうかちゃんは出ないよ。波まりだったらシャムネクやってほしくて、ナノだったらジュンクレをやってほしい。おお、誰にも言わないから教えて。ダメです、お楽しみに。服かわいい。これはもうめっちゃ昔に買いました。季節をまたいだ。季節をまたいだ。波まりは匂わせがすごいからお幸せにって思った。めっちゃ来るそれ。11月中には回ってきますか。どうでしょう。でーで、でそうね。いや、めっちゃセトリいいですよね。感じなんていうの、いろんな曲があってかっこいい曲もあるし、なんか感動バラード系もあるし、可愛い曲もあって、セクシーな曲もあって、すごいと思う。絶対入りたい。そうだ、ちょっとさ、あれですよね、あの増えましたよね、人間、入れる人間の量。増えてないっけ。増えたよね。早く権利使わせてください。
ぜひぜひ。バイチャラポ鳴らす。人間っていうな。ファンの方、ファンの方の行。ディスタンスだからね。めっちゃ突っ込むじゃん。お客さん、お客さん。だから権利は権ん倍率はもうちょっと上がったと思うから。ディスタンス。どういう気持ちなんですかね。なんかあれ、段ボールとかさ、段ボールの隣に座って、どういうさあれになるの、感じますか、人段ボールあると。何のパネルの隣さえ、何のパネル、みんな探してね、ぜひ。気にならなかった、あ、そうなんだ。確かに誰の隣に座ったかめっちゃ楽しそう。前もいないもんね、隣の。隣に段ボールが座った経験がない。確かに入ったことなかった。あれってもらえないんじゃない？本人よりパネル気になる。おい。ダンボール愛好きね。ライブもさ、なんか一個空いてたじゃないですか。なんか一個空いてるだけで、でも遠くから見るとなんか人がいるように見えた。でもね、密じゃないし、めっちゃ快適そう。段ボールにレス送っちゃうことある。でもなんかめっちゃ無観客の時に、無観客で段ボールが出だしたみたいな時に、なんかどこ見ていいか、なんかカメラは絶対抜かれてないから、マジでどこ見ていいのか分からなくて段ボール見てたってことある。絶対映らない、カメラに映らないところで段ボール見つめ合ったことある。ライブはディスタンスでめっちゃ見やすかった。そうなんだ、やっぱり。金子さんの段ボールだと思ったら張本人。え、なんかね、その劇場の通路みたい、あのメンバーが通るところの通路みたいなところ、通路じゃないわ、あの壁車があるところに金子さんの段ボールが置いてあるんですよ。それを遠くから見て気づかなくて、それが本物かと思って本当に腰抜かすかと思った。身長もなんかリアル感があってめっちゃびっくりした。身長のやつ見に来て、伸びてなかった、身長止まりました。止まったというかね、縮んだ。縮みました、身長。めっちゃあれでした、もう前回の印がここだとしたら、もうちょっとこんぐらいでした。ねえ。もうなんか激化ち。身長伸びた方が嬉しい。163ぐらいは欲しい。今 160.5 とかなんで、あとちょっと欲しい。
十歳超えると縮む。あ、そうなんだ。そうなんだ。来年はインソール入れよう。変わんない。二十歳過ぎたらみんなどんどんち、やめやめてよ、そんなこと言わないで。そうなの？諦めてないまだ。でも NMB 加入してから3センチ伸びました。だからもうちょっとがん、あの、諦めてない、伸びるの。なんかでもさ、周りの結構友達が身長低い子が多くて、低いというか波より低くはないけど波より大きい子がそんないなくて、同じぐらいかちょっとちっちゃいくらいで、まあでもみんなヒール履いてるからわかんないけど、自分をちっちゃいって感じたことなかったけど、でも NMB 入って関わ、なんか遊んでるとみんな身長大きいと思った。なんかそう、アイドルって身長大きいんだなと思った。アイドルってか NMB ね、ドラさん割と背高い人ね。そう、それな、目線が違う、友達と遊んでる時と。毎日牛乳飲んでる。いいこと。ナミは牛乳から豆乳に変えました最近。ネームビー厚底履きがち。それはそう。健康的。55分。豆乳美味しくないべ。美味しいよ、黄緑のやつ。豆乳飲むといいの？わかんない、なんか健康そうだから。健康そうだから豆乳鍋しか勝たん。赤からが好き。赤からばっか食べてる。調整、無調、調整じゃない？最近フルーツ食べてないんですよ、ナミ。どうしたことか。赤からは3しか食べたことない。赤からは4がいいな。なんかこの前ね、スーパーにね、15の素っていうのが売ってて、赤からの 15ってか、もう7でも死にそうになったのに、15はちょっとどういう感じなんだろうって気になるけど、食べてみたい。食生活見直し芸人目指そう。食生活見直し芸人。15、15、そう。でも売ってるってことは死なないってことでしょ。なみちゃんおはようでやんす、バイマリ。おはようでやんす。LINE が途切れて絶対寝たなって思ったマリン。口から火を吹きそう。ねえ、ちょっとお腹空いてる時に食べたらちょっとやばそうだから、一口くらい。あ、ランキング読みます。何位だっけ、13位だっけ、あれあれ何位から読んでるんでしたっけ。13位か。
13位、13位か、13位、ガミさんありがとうございます。12位ムービングさんありがとうございます。11位タツオジさんありがとうございます。10位タルキチさんありがとうございます。9位がビート&ビートさんありがとうございます。8位が前田さんありがとうございます。7位がマリア超ガチ恋さんありがとうございます。8位が味方町さんありがとうございます。変わったくね、変わったくね。13位たちおじさん、12位ビートのウィズさん、11位前田さん、10位たるきちさん、9位ひさおさん、8位味方町さん、7位こうへいさん、6位ダーニおもひさん、5位ひろゆきさん、4位ゆいとさん、3位吉ラッシュさん、2位がやーたいささん、1位がまつさんでした。ありがとうございました。あ、間違えた。たくさんギフトもありがとうございます。お花束かわいい、いろいろありがとうございます。また時間があるときにショールームします。バイバイ。切れるやつかこれは。バイバイ。マリーちゃんのインライン来てください。オッケー。バイバーイ。おやすみなさい。